はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、模様への入り方ということでやっていきたいと思います。この模様への入り方っていうのはね、本当に怖いんですよ。特に級位者の頃っていうのはやっぱり相手の石数が多いと、それだけでもうなんかねビクビクしてしまってね、夜も眠れないなんてことになりがちなんですけども、やはりここでね、まあ正直言うとね、入り方、正解一つとかっていうことはありません。みんな違ってみんないいなんてね、昔小学校の頃教わりましたけどね、まさにそういう感じいろんな入り方があると思うんです。ですけども、まあ、ただ何でもいいって言われるからこそ難しいみたいなところもあると思うんですよね。布石は自由だからみたいなこと言われると、かえってね、どう打ったらいいかわからないよってなってしまう方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方のためにですね、今回この、まあ、締まりがある状態で非常に応用範囲が効く、一つの荒らし方っていうのはね、覚えていただきたいなって思います。はい、ということで今回この小ゲーマ締まりというのがまずね、注目すべきポイントかなと思うんですけども、この小ゲーマ締まりっていうのはやっぱり割合締まりの中で強い締まり方といいますか、まあ、特徴としては手堅く隅の字を取ろうというのが、まあ、一つの特徴でしょうね、この小ゲーマ締まり。ただこれのデメリットっていうのはちょっと凝り形にもなりやすいっていうのが、まあ、この小ゲーマ締まりのデメリットと言っていいんじゃないかなと思います。そのデメリットをうまく生かして黒としてはちょっと今回荒らしてみようよということで、今回ねおすすめの手法がですね、ここの横にピタッとつける手をおすすめしていきたいと思います。まあ、というのも今回はまずはこのエリアが模様として大きくなりそうだなと、まあ、空間が要は空いてますよね。なのでこの辺は地っぽいなという感じで、ここはまだこれからの勝負なんですね。なんでここをどう争おうかという時に、そうこの辺にピタッとね、もうこう強い石だからこそつけちゃうんですよ。これやっぱりね、始めた頃って逆につけると怖いからって言って、こういう風に中途半端に近寄る、これがでも一番ね実は怖いんですね。はい、っていうのも挟まれて、まあ、これなんか飛べばもちろん逃げれるじゃないかと思うんですけども、ただこれはですね、まあ、逃げてるだけということで、でしかもしばらくなんかこう細いところこう飛びでいくので、なんか目ができる感じもあんまりないんですよね。なのでこれあと局面に合わせて飛ぶとか防止されるとか、いろんな攻め方を要はされてしまうということになるわけですね。はい、なのでこれ締まりに対しては、小ゲーマ締まりに対しては中途半端に力ないってまず覚えておいてください。打つならもうこんな風にねくっつけちゃうか、あるいはもう初めから真ん中へ打つかっていうことなんですけど、まあこれくっつけちゃうのちょっとおすすめしたいと思います。これ打てるとね、ちょっとおかっこいいな、知ってるななんていう風にね思われやすいと思いますんでね。はい、なのでここにつけて、それから白はまあ大体跳ねたいんですね。まずね跳ねてみたいんですけども、すると引きまして、でこの後、羽がまたいいとこなんですね。なんで白としても下がるかなと思うんですけども、こんな風に打ってですね、相手をもうもともとここ強いんで、もう強ければ固めてしまえ、ホトトギスってね、昔の武将が言ってましたけども、そんな感じでこうね、どんどん固めちゃうんです。で、それからもこういう風に開いておけば、まあ、あら不思議ということで、なんとなくこう拠点をある程度持ちつつ、一番大きくなりそうなこのエリアに、見事根を下ろすことができたということになるんですね。まあ、場合によってはここで、まあ、この白をね、こう、ここの黒が動いて狙っちゃおうなんていうこともあるかもしれませんね。はい、ということで、まあ、こうなれば黒としては不満がない展開と言っていいと思います。はい、なので、まあ、ここで曲げられた時にですね、もちろんここでなんか邪魔、開きを邪魔しちゃえっていうのもあると思うんですけど、ただまあ、これもここに当てる手がね、非常に気持ちがいいので、まあ、これはこれで、スススと、今度また逃げておきまして、まあ、当て一本打てれば、これはこれで黒またね、十分かなというところになるかと思います。はい、ということで、まあ、白としても、あとは、まあ、つなぐ変化もね、あるんですけども、これはこれでまた二間開きできますんで、まあ、一応この、灰もあって二間開きできれば、まあ、かなり眼球は作りやすい形ということになるんじゃないかと思いますね。はい、なんで、これも黒が不満がないですね。はい、まあ、あとは、押してくる手もね、考えられますが、これはこれで今度やっぱ羽が一本打って、この隅に入れるのもね、非常に嬉しいですね。もちろん、白もこういう打ち方がね、ないわけではないんですが、このようになりまして、まあ、当てを一回打ちましょう。で、まあ、つないで。それから、まあ、こうなれば、まあ、かなりここでね、いい形で、黒としても先手で生きることができましたので、はい。まあ、このようにコスんでおいてもですね、これもかなり大きがあるんでね、これもかなり大きな一手になるんですが、まあ、このように、コスんでおいても、黒としてはただ、白が締まってたところですからね。
なので、もちろんこれ白も模様大きく見えるよっていうとその通りなんですけど、もう忘れちゃいけないのはもともと白石ばっかり今回ありましたからね。はい、なんかこう交互に打ってるはずなのに白石ばっかじゃないかっていうことでね、まあ画面の切れてるところにね黒がいると思ってください。なので、まあ、白がたくさんいたところで、まあ隅でこれだけ大きな地を作れれば、まあこれはこれで黒としてもかなりね辛い展開になるんじゃないかなと思います。まあもちろん白もね、あの悪いと言ってるわけじゃないので、あのそんなにこう一方的に黒が良くなるというわけではないんですが、まあこういった消し方っていうのは非常に有力なわけですね。はい、その他、まあ、あとは黙って伸びるとかっていう変化もね、かなり考えられるかなと思いますけども、まあそれはそれでまた羽を1本利かして2間開きぐらい打っとくとですね、まあ、今度もやはり、まあ、白としても例えばこんな風にくれば、まあ、飛びぐらい打っておいてもですね、まあ、やはりここの次があるんでかなり目を作りやすい格好になるかなと思います。もちろん白がなんかこの辺にね無理やりこう取ってくれば取れるんですけど、それはそれで今度足早にもう一回先に自分からね逃げることができるので、はい、まあこれはこれでまた、黒なかなか軽い展開になるのかなという印象がありますね。はい、ということで、まあ、もちろんここで取ってきたらここで繋いじゃダメですよ。継ぐと一気に重くなるんで、まあ、こういうのもまた黙ってこっち側とかに行ってですね、はい、これで十分、黒としてはまああの裁きに成功と言っていいかなと思います。まあもちろん片付きとかねこの辺もあります。はい、なので、例えば最初からこの片付きぐらいで消したいかななんて思った方がいてもそれはそれでいいと思いますね。はい、これも決して悪い手じゃないかなというところになります。はい、ということで、あとはまあもう一つぐらいやっておきましょうか。こういう変化もね、一応あるんです。これももちろん白としても考えられる手ですけども、まあ、このように来たら今度は羽から、打ちまして、ここでまあちょっとぶつかるのがね気がつきにくいんですけど、うまい一手かなと思います。で、今度ここの鳥があるんですよ。ここに黒から当ててこう打たれるとちょっと2目取られちゃいますよね。なので白としても何か打つぐらいかと思うんですが、まあ、そしたらグイグイと押していきまして、まあこんな感じでどんどん押していって、まあそれから、まあ羽1回打ってかけ継ぎぐらい打っていきましょう。となるとこれもやはりね上の方にフフフと出ていけるので、まあ白がたくさんいたところで、これだけ逃げやすい形を作れば、まあそれはそれで十分なのかなということになります。はい、ということで、まあ今回はねちょっと模様への入り方ということで、これまあ非常にね正解がなかなかない、まあある意味では5はねそれが面白いんですよ。正解がないんで、まあ強くなってきたらまたこの他の選択肢もいろいろ出てくると思います。まあ真ん中に入ってみたらどうかなとかね、肩ついたらどうかなとか、こっちつけたらどうかなとかね、いろんな手が正直言うとね考えられるんですけども、そこがまたねハマってきた時の面白さでもあるんですよ。自由度がすごく高くていろんな戦略があるんですよ。ただ初めのうちからね自由だ自由だっていうことを歌いすぎても、これはこれでまたいやでもなんか教えてくれよっていうことになると思いますんで、まあこの YouTube 見てる方ね、そういったあの一個一個の方が知りたいななんて思って見ていただいてる方も多いと思いますんで、今回はそういったシマリエの横付けというね、手法を少し覚えていただけたらいいかなと思います。ただこれねちょっと間違いやすいのが、ここが小ゲーマジマリなのか、あるいはこう大ゲーマなのか、二軒なのかで話変わってくるんで、今回は小ゲーマジマリは固めやすいんだっていうことをね、意識して覚えていただけたらいいかなと思います。はい、ということで、じゃあ今回は以上になりますけども、最後にちょっとね、お知らせの方をさせてください。こちらです。まずはこちらを見てください。中村本因坊冬休み囲碁合宿ということで、これ名古屋の名門中村本因坊ということで、まあ、プロ棋士も多数輩出してる、場所になるわけですけども、その中村本因坊さんが行ってる囲碁合宿ってのはもう今回第18回目ですよ。まあもう老舗と言っていいですね。合宿の老舗ということで、その合宿で本当にたくさんの方が楽しんだり、まあ、勉強したりという空間になるんですけども、で、棋士の先生もたくさんいらっしゃいます。古谷先生、六浦先生、寺田先生、高尾真理先生、そして羽根彩香先生、そして鈴川奈々美先生、井川先生ということで、そこに、私今回そうなんです、この下の方にねお名前あると思うんですけども、私も、講師として、特にまあ旧社の方のメイン講師としてですね、私も、今回ご招待いただきましたので、こちらの合宿参加してみたいなと、こちらの合宿で皆さんと交流できたらなと思います。また、まあ、普段私ね横浜囲碁サロンということで、まあ、神奈川横浜中心に活動しているんですけども、この旅行会は、まあ、中部の方もねたくさん参加されますし、この旅館の場所が三重県にありますんで、まあ、普段ねなかなかお会いできないようなね、方とも今回の旅行会合宿ではお会いできるんじゃないかななんて、そんなね期待もしてますんで、ぜひぜひこれ概要欄からですね情報の方チェックしていただいて、
ぜひご参加いただけると私も嬉しいので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、じゃあ今回は以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。まあいろいろな動画ね、もうこれまでに1100本近くね上げておりますんで、ぜひぜひいろんな動画ね皆さん見ていただけたら嬉しく思います。一緒にイゴライフね楽しんでまいりましょう。ということで今回は以上にいたします。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。